半丸川先生です。ですね、で、今日ね、新しいこのインジケーターのまたバランスを調整しましたら、まあ7400円の利益が出ましたね。これが成功すれば億万長者ですね。今度こそ成功してほしい。でね、1回あたりのシグナルの平均ピップ数が10ピップス以上で、今15、これは11、これは30、このね、シグナルではそういうふうに分析されてます。勝率は 65% 以上ですね。で、今日このシグナル通りに投資しましたら、デモで今朝から朝から7400円ですね。2400円リードしてます。デモでやってますからね。5000円から始まります。100万5000円から始まります。で、ここで稼げたらいいんだけどね。最悪でね、今日はね、新潟県西蒲原の弥彦村の役場と土地の売却についてね、相談してお願いしました。今日は村長いらっしゃったので話していただいたらしいですね。で、で、分析ラインは400ラインにして、分析のアクセスをね、負荷を減らしました。4000ですから、66時間ある20、3日間の分析ですね。ビルゲイツもね、食い物かな、年取ったんで、彼は5歳ぐらい年上かな。僕は還暦だから、あれだね、食べ物、年取ると食べ物調整が難しくなるんですよね。で、頭が効かなくなってきちゃった。ビルゲイツちょっとそうなっちゃったね。今朝とか昨日、症状が出ちゃった、テレパシーで聞いたんだけど、で、食べ物がね、合わないものになるとそうなんですよ。そうってね、だからもうデリケートになるから食べ物が非常に重要でね、食べ物がね、合わなかったりするともう頭脳梗塞になったりするね。ビル・ゲイツがね、マイクロソフトの会長というか、少し頭やられちゃったですね。頭は普通より頭いいとやられやすいんだよね。普通よりかなお気をつけないといけない。で、これだけ出るんですって。30個以上にしたんだよね、シグナル数。で、これ、ここに30個以上で今37個、これ40個。
32個ね、35個と、32個、32個と出てるんですね。で、改善したのはね、ピップスですね。平均ピップスを正確に出したの。ポイントをちゃんと計算してね、各実用学区によって幅の大きさが違うんで、そのポイント値を変えました。で、統一しました。ちょっと休憩しようと思うんでね、朝ごはん食べました。昼混合だったんでね。